第1次安倍内閣で行革担当大臣などを務めた渡辺芳美参議院議員、66、が22日午前、9時半過ぎ、東京、千代田区の路上で交通事故を起こしていたことが分かりました。警視庁によりますと、渡辺議員が運転する乗用車が信号待ちをしていた50代の女性が運転するタクシーに追突したということです。タクシーには客が一人乗って、記事全文を読む、